不動川砂防歴史公園内の園庭不動川、砂防歴史公園に置かれたデレイケの銅像で、レイケ園庭は、京都府木津川市山城町にある石積みの砂防ダムである。1874年頃から、明治末期にかけて、淀川への土砂流出を防ぐ目的で建造された。明治政府が招聘した、オランダ人技術者、ヨハネス・デレイケが、近代土木技術を用いて、指揮。 監督して構築された日本最初の近代砂防園庭で京都府有形文化財に指定されている。1870年頃外国から蒸気の外輪船が輸入されたが、淀川の川口付近はさすが多く航行が困難だった。この状況を改善するため、同年オランダより技術者を招聘した。1874年淀川への土砂の流入を防ぐ。 ため水源産地の砂防の強化が必須であるという結論に達した。デレー家はそのために低い山々の谷に木、石、土などで園庭を築くことを提言した。同年デレー家は、不動川を遡る元谷の渓谷に大園庭を築き、上流からの土砂を食い止め水を貯めて、山々に水気の供給を図る大工事を行ったが、工事は困難を極めた。 1875年3月から6月にかけて、不動川支流の間にで、全16種類の工法を用い試験的な砂防工事を行った。この工費は2393円46銭2輪であった。この工事を含め様々な取り組みにより、地元をはじめ大阪や河内平野の人々を悩ませた不動川水源からの土砂流送は、明治末年にはほぼ防止できた。 1953年8月の南山城水害によって決壊。1982から1987年度に京都府によりデレーケ園庭のある不動川上流域が不動川砂防歴史公園として整備された。1997年に石積園庭発起が不動川砂防施設一構えとして京都府の有形文化財に指定され、2009年に 不動川砂防歴史公園が近代化産業遺産群、属33の構成遺産の一つに認定された。AB、不動川砂防歴史公園、京都府、2019年7月31日閲覧。ABC、京都の文化財、第15集、京都府教育委員会、2019年8月1日閲覧。山城町、役場。 P22 山城町、役場、P23AB 山城町、役場、P26 山城町役場、ピアニッシも、28から29若林、北原、ピアニッシも、170から171山城町、役場、P27 山城町役場、ピアニッシも、51から52、中沢、刑事、鈴木、和久、式、常つまさ。 1953年南山城水害によって現れた京都府南部不動川本谷市民園邸の堆積物地球化学 65-139-154? 土井10.15080 技育自治区科学 65.、65.439 <music>、一瞬0366から6611、https コロンスラッシュスラッシュドドットニーット a c j p スラッシュ naid スラッシュ110008712408、<music> 不動川砂防歴史公園、木津川市、2019年7月31日閲覧、京都府指定、 登録等文化財その2京都府教育庁文化財保護課 www.kyoto-be.ne.jp2019 年8月1日閲覧近代化産業遺産群続33経済産業省2019年8月1日閲覧ありがとうございます